はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらスバルインプレッサ G4 で、はい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 、今日もやってまいりました。今日はですね、こちら車ね、ちょっとお借りしてレビューしようと思います。早速外装の方見てみましょう。スバルインプレッサ G4 ということで、こちらは2リッタータイプになりますね。 FB20 型のエンジンを積んでおりますね。ほぼ全てのね、基本設計をリニューアルしたスバルの新型ボクサーエンジンを搭載しておりますね。まあスバルといえばね、あの EJ20 が有名なんですが、まあこの FB20 どんな走りするか楽しみですね。いやしかしね、精悍な顔つきしてますよね。全幅が 1770mm と結構運転しやすそうなボディサイズですよね。ちなみに車高が 1450mm、 全長が 4620mm ですね。車両総重量は 1595kg と少し重めかな。さっきね、スマートプラスワンさんで、ガラスコーティングしてきました。 G-ZOX ハイドロフィニッシュですね。いやもうめっちゃピカピカやわ。ヘッドライトはねこんな感じです。ここにねアイラインが入りますね。スバルのエンブレムねかっこいいですよね。近くで見るとこんな感じなんですね。ここは樹脂なんですけど、くさび型のこれエンボスがかかってて質感はいいですよね。横から見たらこんな感じです。いやセダンっていう感じですよね。タイヤの方は205の 50R17 17インチを履いております。いやホイールもねピカピカに磨いてくれたんでめっちゃ綺麗わ。リアも17インチとシルバーのね削り出したようなデザインと、ここね黒のツヤになってますね。でミラーの下にねほらカメラついてます。これ後でねどんな感じに映るかやってみましょう。で、みんな大好きシャークフィンアンテナになってますね。でこのタイプはアイサイトがついてますね。やっぱスバルといえばアイサイトですよね。ほらカメラ1個2個ついてます。これ真ん中はドラレコかな。後ろから見たらこんな感じです。いやなかなかねシンプルですよね。 G4 のエンブレムが輝いてますね。ちょっとブレーキランプ踏んでみますね。右斜め後ろから見たねこのリアビューなかなかかっこいいですよね。っていうかやっぱすごいわ、このハイドロフィニッシュのツヤツヤの加減めっちゃ綺麗わ。マフラーはこんな感じです。マフラーは至って普通ですね。下の部分は黒く締められてるんですが、ここはね樹脂ですね。ただまあエンボスがかかってるんで、そんなにね安っぽくは見えないですよね。では内装の方を見てみましょう。はい、ではお邪魔しますと。おー、内装の方はねこんな感じです。ちょっと熱いんでエンジンかけさせてもらいます。おお、今ちょっとね空ぶかししたんですけど、結構ねボディがブルーンって震えました。すごいねなんか力強い、エンジンを積んでるんだなという感じがしますね。まあオートマですねわすごい、なんかシフトレバー握りやすいわ。マニュアルができるんか。マニュアルのようにね運転もできます。まあインプレッサの中でもね見た目おとなしいなと思ったんですが、結構ね乗り込んでみるとスポーティーだなという感じしますね。でこれ電子パーキングブレーキね、これねちょっと慣れが必要ですけど。で、ナビにこの奥にねもう一個液晶があります。時計やら室内音とかいろいろ表示されてますね。あの右と左で左右でね温度調整がそれぞれできます。ちなみにシートはねこんな感じですね。素材はね布張りなんですけど、結構ねなんかこうデザインされてますよね。でこちらドリンクホルダーで、アームレストね結構幅広で腕が置きやすいです。乗ってびっくり、意外とスポーティーという感じですね。結構コックピット感というかね、なんか走るぞという感じしますよね。これドア周りとかもね結構質感良くてね、
このカーボン調のねパネルがついてるのと、なんか操作系がねきっちりね作り込まれてるなという感じがしますね。前の車をね追尾しながら走ることができます。これでね車間調整ができるみたいですね。インテリジェントモードっていうのとスポーツモードっていうのが選べるみたいですね。まあ、燃費を気にする方はインテリジェントモード、レスポンスの良いスポーティーな走りをする方は S モードを選ぶという感じですね。リアトロニックを搭載したこのスバルの CVT ね、この2つのモードが選べるということですね。でこれがねアイサイト衝突支援システム、これねオフできます。この SVM ボタン、これを押すとね左のドアの下が映りますね。これ駐車するときいいよね。で今これほら室内こんな感じなんです。すごいねイルミネーションがねオレンジ色で統一されてますよね。わあすごい、なんか飛行機乗ってるみたい。ではね後部座席に乗ってみようと思います。はい、ではお邪魔しますと、後部座席ね乗った感じこんな感じです。ちょっとね天井が流線形になってますので、この辺ね手のひら 1,2 枚入りますね。リアシートはこんな感じでアームレスト出てきます。ドリンクホルダーが2つ付けますね。この両サイドは若干こう立体的な作りになってますね。ちなみにこれスバルのオプションが付いてますね。これいいな、なんかいろいろほらポケットがいっぱい。あすごい、これ棚になる。ヘッドレストねほらこんなんできる。あこれいいなこれでは試乗の方をしてみようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。おあーなんかハンドルが重たいすごい重いぞハンドル。右方向です。はい右方向今ちょっとナビセットしております。あすごいハンドル重たい、がっちりしてる。私ね普段フィット乗ってるんですけど、なんかそれに比べるとねがっちりした車に乗ってるなという感じがしますね。なんかあ今ちょっと走っただけなんですけど、なんかすごいなんか骨太感っていうのを感じますね。やっぱスバルってねなんか安全性能がすごい高いイメージありますよね。ちょっと乗っただけでも今分かったんですけど、すごいなんかねどっしりがっちりした車に乗ってるなという感じがしましたね。およそ3キロ先堺方面へ左方向です。 OK です。堺方面へ左方向です。ああ、なるほどこんな感じか。今ちょっとね左に車線変更したんですけど、やっぱどっしり感っていうのがね感じましたね。決してねレスポンスが悪いっていうわけじゃないんですよ。なんかねこうずしっとねとっとした感じですかね。まあ FB20 型エンジンということでね、150馬力ですね。最大トルクはね196ニュートンメーターということで、まあ結構ねトルクフルな感じがしますね。今ねこうエンジンがアイドリングストップで止まってたんですけど、今エンジンかかりました。その時にドルーンドルーンって感じすごいやっぱ車に乗ってるなという感じがしますね。いやちょっとねディーゼルカー運転してるような感じかな。ちょっと追い越ししてみますね。ほい、まあものすごいね加速を G を感じるような走りではないんですが、まあ十分なねパワーが出てるなという感じがしますね。今これ少し路面の悪いところを走ってるんですが、少しねやっぱ固めのサスペンションかなという印象がありますね。ね伸びやかな走りしますね。この新型のね FB20 型のエンジンはロングストローク型と言いまして、低速域のトルクから高速域までねトルクフルな走りをするというものですね。すごいねやっぱ自然な加速するなという感じがしましたね。
いやそれにしてもね、なんか乗って初めてやっぱ分かるものですね、車ってね。インプレッサってこんな乗り味なんですね。結構ねがっちりした乗り味だなという感じがしますね。はい、この今左折しております。まあね、ロールというよりはこうどっしりね、地面を食らいついてるという感じですかね。まあこのどっしりしたボディがこの万一の事故の時に、まあ、私を助けてくれるといった感じでしょうか。前車にね標準装備ということで VDC ビークルダイナミクスコントロールというものがついておりますね。まあカーブとかでね少しスピードを出しすぎて車の制御を、まあ、誤った時に車が補正してくれるというものですね。OK、 左行きます。いやインプレッサ G4 私初めて乗りましたが、こんな乗り味だったんですね。しっとりどっしりしなやかというような乗り味でございました。はい、いかがでしたかね。スバル G4 なかなかの走りでしたね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけでスバルインプレッサ G4 でした。じゃあね、バイシュー。